手鹿が町立手鹿が中学校は、北海道川上郡手鹿が町に所在する公立中学校である。現在の生徒数は8学級216名。釧路市長により平地小規模校に分類されている。1947年5月、手鹿が村立手鹿が中学校として、発足、同年7月に、調整志行により手鹿が町立手鹿が中学校と、 解消した。1948年には校舎の一部を北海道町立しべちゃ農業高等学校の分校に貸した。1949年、独立校舎が建設された。校舎は改築、大規模改造が行われたが耐震強度、断熱性が非常に低く老朽化が目立つようになった。中学校と町内全省中学校向けの 学校給食センター改築基本設計協議が行われた。文部科学省よりエコスクールパイロットモデル事業の認定校に選ばれ、国からの交付金、国土交通省の街づくり交付金なども活用し、平成21年度に耐震改修、改築、給食センター改築に着工。2011年3月、新校舎が完成、校舎、体育館、 給食センターが一つの建物に集約された。同年11月20日、記念式典が開催された。鹿児島県東市基町出身の釧路土木原業所長が手鹿賀町と阿寒湖を結ぶ阿寒横断道路の開通に関わったことから、姉妹都市となった日置市の中学生との交流事業を行っている。唐松の修正材でできた天板の机が使われている。 マシューコ温泉街に2007年に完成した何だろう。橋の名前は一般公募された中から手鹿が中学校の生徒が応募したものである。ありがとうございます。